1983年11月11日日本で産声を上げたキャッツ。日本初のロングラン公演を成功させ、その後の演劇界の構造を大きく変貌させた、まさに最強のミュージカル。日本全国各地8都市延べ16公演地でフィーバーを巻き起こしたキャッツが、次なる上演地として選んだのが、今年開校150周年を迎える国際都市横浜。新生キャッツシアターはその中核、みなとみらい21地区に誕生します。古き良き港町の面影は残しながら、最先端のビルやエンターテインメント施設が立ち並ぶ近未来的なエリア。周辺にはショッピングにグルメに魅力的なお店が軒を連ねる横浜駅界隈をはじめ、山下公園や中華街など横浜の有名スポットもたくさん。横浜駅東口からは徒歩約10分。電車のアクセスのみならず、新幹線、飛行機でのご来場にも便利。キャッツ感激にプラスしてショッピングや散策、そんな楽しみ方も広がりそうです。ご家族で、ご友人または恋人同士で、どうぞ素敵な一日をお過ごしください。新しいキャッツワールドの全貌が明らかになるのは今年秋。キャッツの新しい歴史が横浜で始まります。